3、2、1、0。今日も喜ぶ動画始まるよ。11月4日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから、昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってまーす。今日も昆布でーす。11月の4日、今日はユネスコ憲章記念日だそうです。ところで、ユネスコって何？ネッシーのいるところ、それはネスコ。わかった。芋掘り行った。役割分担。掘るのは誰？ユネスコップ。そんなことは、どうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え、即用、志のご注文が増えてます。法事、ギフトはお任せください。できましたらお味の感想などを言ってもらいましたら非常に幸せなんですが、あ、ありがとうございます。ありがとうございました。風鈴の独り言、店長まっちゃん、宝くじ当たったことないって言ってるけど、そりゃ勝ったことないんやから当たるわけがないよな。